おはようございます。VTuber よしよし先生の中の人、かぐわです。お金が集まるところにさらにお金が集まる。いやー、この仕組みはやっぱり海外でも日本でも本当変わんないですね。えー、先日、クリエイターエコノミーに関するあるニュースが入ってきて、またトップ YouTuber さんたちがものすごいお金を調達したという話があったので、実際見てみたというテーマで今日はお届けします。よろしくお願いします。 この番組は、マーケターとして20年以上活動していますカグアが、ネットで好きなことで稼いでいくクリエイターエコノミーについてゆるーりと語るラジオ番組です。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Alexa、Google Nest ラジオトークで、毎朝7時に好評配信中、ぜひお好みのアプリでいいね登録、フォロー、そしてエピソードが良かったならば、ぜひ拡散、応援よろしくお願いします。はい。 今日はですね、クリエイターエコノミー全般のニュースです。まあ、といっても、いわゆる資金調達。まあ、資金を集めるというテーマなんですが、まあ、すごいですよ。<laughs> なんかね、浮世離れしすぎて、ちょっとね、あのー、自分のことには当然転用はできないんですけど、まあ、海外ではこういうことが起こってるぞ、という話で聞いていただければと思います。えー、日経クロストレンドの が2021年10月27日の記事です。YouTuber の古い動画に220億投資、謎の企業、米、スポッターの狙いという記事ですうーん。YouTuber っていうのは、まあ、自分自身の動画に対して広告が表示される広告収益、それから、えー、企業の案件を、動画を作って得られる直接的な広告、それから、 メンバーシップなど、リスナーさんから直接利益を得るという直接課金という3つのね、収益方法がある、まあ本当にクリエイターエコノミーの代表格といってもいい稼ぎ方ですよね。で、その YouTuber に新たな、まあ稼ぎ方というか資金の流れができたという、そういうトピックです。これ何かというと、この投資会社がトップ YouTuber に対してお金を投資、出資すると。 でなんで出資するかというと、人気 YouTuber の過去の動画に対して、まあ、権利を、一定期間の権利を得るということで、まあ、それを担保に、要はお金を出すよっていう、そういう仕組みらしいんですよね。ああ、なるほどと。うん。まあ今、今 NFT など、いわゆるデジタルコンテンツの流通ということに非常に注目が集まっています。NFT というのは、えー ネット上のデジタルコンテンツが、まあ、オリジナルのものですよという証明を表す、まあ、トークン、まあ、ID のようなものが、まあ、オークションで売買されて、ものすごく高値をつけているといったことが、電子、商と、えっと、仮想通貨の界隈では動きがあって、まあ、マーケットが盛り上がってるんですね。で、今回のこれは、その NFT と直接関連があるとは記事には書いていません。とはいえ、まあ、デジタルコンテンツ自体に、 うん、まあ価値を見出す、えー、そういうなんか資産計算のプログラムが独自にあ,あるようで、それを元にして、まあお金をね、えー、担保、それを担保にしてもお金を出資するという仕組みらしいんですよ。うん、いやー、ですからまあ国を問わず止める人はさらに止めるなという仕組みはね、やっぱりどんどん出てくるんですよね。まあ確かに人気 YouTuber さんの過去動画、まあ日本で言えばね、ヒカキンさんの スーパーマリオの動画ねあれなんて、例えばほら、その、スーパーマリオの当時の音源当時の映像の、もう元データなんていうのがオークションに出されたら、それは確かに高値つきそうですよね。うん。まあもちろん、ねスーパーマリオの音源というか、音楽の権利は、任天堂にありますから、その辺のか、その辺の処理は、まあいろいろ面倒は面倒かもしれませんが、とはいえ、 全部権利を持つ、ユ YouTuber が全部権利を持つものすごく古い動画で、トップ YouTuber の本当にルーツとなる動画とかでしたら、まあ、そのオリジナルを手にできるとしたら、それはすごい価値が出そうですもんね。うん。まあ僕自身も2006年ぐらいからアカウント開設して、まあ当時の古い動画って確かに、うん、なんか、 不思議な、こう、なんか、アーカイブ的な価値って感じちゃいますよね。だからそこに、まあ、お金が投じられるという、まあ、そういう新しい流れなんですよね。もちろん、これがね、トレンドになるかどうかはまだわからないんですが、まあ、トップの人たちがさらにお金を集めてるという状況なので、それをちょっと具体的に見ていきましょう。 えー、そのお金を集めたユーチューバーさん。まあ、何人か、えー、記事には書いてあって、えー、例えば国内のユーチューバーさんで参考になりそうな方はこちらですね。えー、ドーナツメディア、えー。なんか車を、車に関するトピック。今、要はドーナツっていうのは車輪ですよ。うん。車に関する、えー、トピックを取り上げる、うん、あのメディアですね。複数でやられていて、えー、チャンネル登録者数587万人。 で、えー、もうそういうコンテンツをいろいろこう販売する、ウィキペディアにも載ってるような、まあ、展開をしています。ですから、日本のトップ YouTuber さんで、まあ、何かに特化したチャンネルを持っている方は多分ここはね、ものすごく参考になると思います。うん。なんかビジネス展開されていて、ブランドを介した商品なんかも売ってるみたいですから、まあこれは本当に、うん。さらなる資金を集めて、そのビジネス展開をするっていう、すごく、うん。あの、まっとうな流れ。 に見えますね、うん。それからですよ、こちらの <laughs>、こちらのミスタービーストさん。皆さん知ってますミスタービーストさん。あの、ヒゲの男性の、まあ、20代ぐらい、20代後半ぐらいの男性の、えー、YouTuber さんなんですけど、まあ、すごいですよ。チャンネル登録者数、7220万人。<laughs> ヒカキンさんの7倍以上。<laughs> で、直近の動画の再生数、 2400万、3500万、4500万。<laughs> もうなんか何を言ってるのかわけがわからないっていう感じですよね。ただね、サムネイルを見る限りはすごいですよ。もうサムネイルはもう札束、札束、札束ですよ。<laughs> うん、で、えー、っと、日本語翻訳、機械翻訳してみますと、鬼ごっこのエクストリーム50万ドルのゲーム。あなたが100万ドルを運くことができたら、 あなたは10万ドルで学校辞めますかとか。まあ、ものすごい、こう、お金にまつわる、ちょっと下品な、えー、テーマの動画がね、まあ、ひたすらアップされてますよ。うん。まあ、これは <laughs>、こう、でもね、こういうところにお金が集まるんですよね。さらにね。うん。それから、えー、デュード、デュードパーフェクトさん。えー、チャンネル登録者数5670万人。 これは、いわゆる、やってみた動画ですね。もう何人かのチームでやられてるんですけども、えっ、ー、と、直近の動画が、400万再生、700万再生、えー、っと、1156万再生となっていて、例えばどんなものやってるかというと、プロペラ機の上に椅子を乗っけて、そこに乗るとかね。それから、イカダのラフ,ラフティング イカダなんか、ドラム缶のイカダですごい急流を、まあ、どんどん下るみたいなチャレンジあとは、プールの中で、えー、っと、なんかじ、じ、地雷、地雷っていうかなんか、うん、トラップがあるところを、なんか、うまくドローンで避けるとか、えー、水中でものすごく重いベンチプレスを上げられるかとか <laughs>、うん、いわゆるこう、お金はものすごく、お金がものすごくかかるおバカな実験動画を、 まあ、大人が真面目になってやるという、そういう、うん。まあ、本当にこれぞまさに YouTube って感じのチャンネルですね。うん。だからまあ、この3つ確かに、あの、いわゆる YouTube の王道中の王道のまあ、チャンネルですよ。うん。ですから、ぜひ YouTube をクリエイターエコノミーとして展開している人は、えー、ドーナツメディア、えー、ミスタービースト、えー、デュードパーフェクト。はい。この3つのチャンネルはぜひチェックしてください。概要欄に、えー、日経クロストレンドの 記事のリンクも載せておきます。ぜひぜひ見てください。いやーね、もう彼らぐらいトップ YouTuber ですと、お金必要ないだろうとか思うんですけど、まあでもお金っていうのはね、お金の集まるところ。 お金を好きになってくれる人たちのところに、まあやっぱり集まるんだな、ということですよね。うん。だから、あのー、こう曲線で描くと本当に、こう、その、その人たちに、その、うん、カテゴリーに入るまでがとにかくとことん大変で、そこのカテゴリーに入るまでがものすごく急激な動きになってっていう、うん。なんかそういう、ね、あの、トップ YouTuber への道っていうのは、まあ多分世界、 どこでも変わんないんだろうなと、え、いう気はしますね。うん。まあでも、ね、お金がたくさん集まると、やることは国問わず変わんないんだなっていう、え、こういう人、そういう人たちはいるんだなっていうのは、まあまあ、うん、思いますね。うん。まあ、こういう世界もあるんですね。いやー、すごい。はい。というわけで今日は、えー、世界のクリエイターエコノミーの新しい潮流、そして、海外のトップ YouTuber さんたちのチャンネルを見てみた。 というテーマでした。ぜひ、え、YouTube チャンネルで、え、クリエイターエコノミーやってる人は、ぜひチェックしてみてください。え、概要欄に必ずね、リンクの方載せておきます。ですから、ぜひ、え、チャンネル登録をフォローしていただいて、概要欄も見て、クリエイターエコノミー一緒にね、え、勉強していきましょう。というわけで、今日一日、素敵な一日になりますように、皆さんそれでは、いってらっしゃい。